はい、どうもリスです。本日なんですけども、ナバハイの最終決を取っていきたいなと思います。その前にですね、すみません、ちょっと声があんまり出せる状況ではないので、小声になってしまうんですけれども、うまく編集でね、声を大きくしておきます。でね、土曜日、有料予想させていただいて、大阪スポーツ杯、おめでり方でバチコリで当てることができましたと、3連複1点的中ということで、まあかなりね、いい感じに当てれたなと思いますし、まあ土曜日に、日曜日に関しては有料とかね、予想出さず、オークス一本だったんですけれども、まあちょっとね、残念な結果だったんですけれども、まあ評価していたチェルビニアっていうのが、まあ一応に来てくれましたっていうところで、非常に良かったかなと思います。でね、まあこのまま月曜日の地方競馬、まあかなりね、自信あるんで、ぜひね、参考にしていただければと思います。ということで、今回ね、ダブル本命でいきます。はい、1投目、サヨノネイチャーです。まあ、この馬に関してはね、すべて右回りの多いっていうところを走ってきていて、左回りになる、今回はね、ちょっとどうなのかなっていうところではあるんですけれども、まあ、実力っていうところはね、まあ、あるかなと思っています。で、勝島岡に関しては、展開率とね、金量差があったとはいえ、後の G1 馬であるライトウォーリアに、まあ、上がり最速で差し切っていての勝利というところで、まあ、非常に強かったかなと思いますし、他の馬もね、ロードリガリスだったり、リュードマン、スワワアラミス、ランリュウオー、ギガキング、まあ、悪くない相手をね、倒してきているというところで、非常に評価できるかなと思いますし、3走馬に関してはヒーローコールに関しては、2走前はバーデンバイラーを差し切る内容と。で、前走はね、勝ち馬と離されてしまったんですけども、それでも、まあ、5着ですね。帝王賞なんですけれども。で、上位は全て JRA と。で、グランブリッジとタイム差なしで走れているということを考えると、まあ、ここではね、まあ、なんとかなるというか、そこまで差はないのかなと思いますし、まあ、マイルに距離短縮というところが鍵にはなってくるんですけれども、まあ、マイルでもともとね、走れていましたし、まあ、問題ないのかなと思います。まあ、上がりを確実に使ってくれる馬なので、まあ、届くかどうかっていうところになってくるのかなと思います。まあ、引き続き西くんが乗ってくれるというところで、まあ、十分期待したいなと思いますし、まあ、レモンポップ、ミックファイヤー、ペプチドナイル、この辺が人気吸ってくれている状況なのでね、まあ、かなりオッズがつくよというところで、面白いかなと思います。ダブル本命、もう一頭が大神ピスケス。はい、ありがとうございます。まあね、前走も本命にしましたし、2走前も本命にしていました。まあ前走に関してはね、休み明けに加えて距離が長い中でよく頑張ってくれたなと思います。3連単ね、バチコリ的中することができましたと。で、今回ね、距離短縮にはなるんですけども、まあ、かつてコスタノーバにハンデ1キロあって 0.2 秒差に食らいつくくらいの馬なので、まあマイルっていうところもね、問題はないのかなと思います。まあ、左回りというところも問題ないですし、距離の融通も効きますし、まあ、ハードローテでね、使いながら良くなっていく、まあ、あと、厩舎になってきますので、また叩き2走目というところで、まあ、さらなる上積みも十分期待できるのかなと思います。まあ、一個不安なのがね、まあ、今回、鞍上吉原ジョッキーから、まあ、乗り換わりというところになるんですけれども、まあ、村上ジョッキーというところでね、まあ、しっかり地元の有力騎手を手配していますので、引き続き、まあ、勝負気配は高いのかなと思います。まあ、盛岡なんでね、前に行ければ、全然残せるチャンスはあるのかなと思います。黒三角レモンポップです。実績能力というのは抜けてるものがあるかなと思うんですけれども、まあ、今回ね、追い切りが、まあ、さすがに悪すぎるかなと、個人的に思ってます。まあ、ただね、ボンドガールの追い切りでね、あの追い切りで2着に来るっていうところで、まあ、ようわからんなというのが本音ではあるんですけれども、まあ、今回はね、この馬に関しては陣営が遅れると思わなかったと。言っておりますので、まあ、ちょっとね、厳しいような気がしてます。この後ね、チャンピオンズカップもありますし、まあ、余力残して、まあ、中間良くなくて、まあ、それでどこまで出れるのかっていうのは、非常に大事なポイントになってくるのかなと思います。まあ、ただね、合わせた、日曜日に、じゃあね、月曜日に新馬で出る馬が、めっちゃ動く馬で、めっちゃやばい馬の可能性はあるので、まあどうなんかなというところでありますよね。まあただこの馬米国血統なんでね、まあ全然6歳で衰えているパターンというのは普通にあるのかなと思うので、まあさすがにそんな大負けすることないと思うんですけれども、
まあ人気背負ってね、この追い切りで、まあ米国血統で早熟の可能性があるよというところで、まあ、ちょっとここまでの評価にさせていただきましたと。白三角ですね。一目タガノビューティー。まあ、マイルなら、まあ、機会者十分期待できるかなと思います。まあ、盛岡でどこまで刺してこれるかですかね。二頭目、ペプチドナイル。まあ、そこまで強いと思えないんですね。まあ、人気ないなら買いたいんですけども、人気になるなら、嫌っていいかなと思います。三頭目、ミックファイヤーですね。まあ、鞍上が2000名、天才ユーシャーラーってなるとね、もう期待しちゃいますよね。はい、大神ピスケスよりこっちを取っているってところで、非常に、とか、まあ、買う気はなかったんですけれども、まあ、急遽抑えまで評価を上げました。以上で何倍の予想を終わりたいと思います。中央競馬もありますので、府中牝馬ステークスの最終結果もご覧いただければと思います。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。